おはようございます。テレタ回します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。というわけでね、私時を巻き戻しまして、みんなが楽しい時代に戻りましたね。これからまたいろんなカードを色で使っていきたいと思います。じゃあ行きましょう。レディゴー。おー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 、ひなちゃん、おーおーおーおお、どうこの顔想像つくでしょ。圧勝っすよ。おー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 、おーひなちゃん、日本の未来は、おー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 、行きましょう。今回使うカードは伝説の勇者。 HP2800 のね、敵として的なのにね、すごい強かったね、レジェンドヒーローですね。こちら行きましょう。さあ戦闘ですよいやもうなんかさ、なにこれ、なんか構図がさすごいんだよなHP はね、 HP はだいぶ勝ってますね。じゃあまずはこいつだ、ロトノキングね。えスマブラも参戦したね、ドラゴンクエスト3の勇者ね、行きましょうよ。もう早いね、2人目ね。スラバーリンから入ってくる。お、まあ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 、伝説の勇者はね、打撃に強いんですよ。耐性が少しあるんで、まあそれでね、普通に殴り合いにはね。もうガードもしますよ、ガードもね、はい、ガードもできるんですよね。はい、行きましょう。鍛えた技ロトの剣技、避けられました。いや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 、当てようぜ、当てようよ、ここは。はいはい、避けられる、避けられる当ててよ頼むよ何言ってんだよ、本当にもう。そんな避けたらダメでしょ。おっと、突撃、ナイスガード、ラッキーラッキー。さあ次はこいつです、レインブレイクね。雷を敵に打ち出してね、そこにね電撃を打ち込むんですよ。これ強い。うん、ミス起こったけどな、ミスされたけどな。うん、チクしてよ。じゃあロトの剣技いけ、よし、はい、いいよ。480、そんじょそこらの合体モンスターが敵じゃないですよ、本当に。はいはいはい、おい、はい、うーわ、当たれば強い、いいね。おお、お母さん、誰も日が暮れまで遊んでるんで、やっぱりゲームに夢中じゃないなんか聞いたことあるセリフだなぁ。カリスナバトルルルルバトルで勝てたのが、もう圧勝よ。ああ余裕よっちゃうんですよ。ああ、公式大会か。そっか。またね、最強の魔物使いとか目指さないといけないですね。あー、いいね、こういうパーティーいいよね、本当にね。もうね、デンタサウスとかゴールデンゴーレムとかいますけどね、こういうのがいい、こういうのがいい。さあ行きましょうよ、はいで伝説の勇者でちょっと相手しますよ。よろしくお願いします。まあね、いい勝負にしましょう。うん、まあここはロトの剣技へ行きましょう。ロトの剣技は強いんでね、超強いんで本当に。まあ、さっきあんな濃厚ぶり発揮しましたけどね。はい。ね、ステータスが全体的に高いんですよね。んで。だからね、だいぶ強いよ。おー、いい。391万与えてる。いいよ、いいよ。はい、今度は主人公に行く。はい。はい、いいね。まあまあ、打撃体制を敵が持ってても380。ね。合体モンスターがね、300ぐらいしかないことを考えると、だいぶ強いね。で、ただでガードもできるからね。いいね、連爆の舞。おお、すげえいや、ぶった切りのモーションカットタイプかよ。ガードしていく、いいね、しっかりガードしてるよ。いいよいいよ。さあ向こうはステップを踏んで、カブト割り。ああ、まあまあまあ、次はこいつら、レインブレイ、ね、呪文のデインを発射して敵に切りかかる雷属性のね、強力な技なんでね。はい、いきますよ、デインブレイク、いけ、いいよ。
いいねー、まとまったダメージ、しかも麻痺、いいねー、麻痺の追加効果もあるんだよね。しかも向こう呪いで動けてないんだけど。いいねー、レインブレイク、いいよいいよ。浪人形、お前も浪人形にしてやろうか。まあまあ大丈夫ですよ。これで困る、転んだらもうね。まあここはもうね、最後に技で終わらせたいんで、スーパーハイテンションあたり打ち込んでいこうか。スーパーハイテンションあたりで打ち込んで、最後、勇者の技でね、はい、行きましょうよ。よっしゃー、いけー、ロッドの剣技くらえ、鍛えた技をくらえ、うらぁ強い。あ、いいね、めっちゃいいね、いいいいいい、こういうの、こういうのだよ、こういうの。うん、じゃあ行きましょう。あれね、悪魔系モンスター3体ですね。向こうは怪しい影、死神、ガーゴイルで、こっち伝説の勇者なんでね、はい。もうこの構図慣れてきたわ。ドラゴンクエスト3の世界と考えれば、まあ不思議ではない。死神2にいるけど、ガーゴイル全然違うけど、そもそも。お、早いね。まあ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 、滑空好き、まさかその低い力で滑空好きをするとはどういうことか。はい、ガードいいね、もうガードあるってすごいよね。ねえ、合体モンスターにそのまま盾がついたみたいなもんだからね。おーい死神抜けでも出るぞ。いけ、はい、今度はハズさん、うーわ強い強い、闇討ち、影からね、いろんなもの出してくるんだよな。毒の爪か、まあ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 、あー暗黒きついかな。伝説の勇者は暗黒でね、大ダメージ受けちゃうんですよ。うわー強い。ここはデインブレイクでね、もう麻痺にしちゃいましょうね。雷属性の超強力なんでね、もうもうドルマは連打してくるね。いや、引くからね、まあ言うて。うわ、ここでデインブレイクでね、戦況をひっくり返します。はい、うわぁ、避けられてるんだけど。はい、おぉ、すげえな。いや、マジで強いね。これね、伝説の勇者って、結構ね、出た時にみんな使ってたんですよ。乱入対戦とかでも。なので、やっぱね、その使われるほどのポテンシャルがあるってことですよね。はい。で、乱入対戦でね、もう何でもかんでもこれ使う人いましたからね、いっぱい。いや、強いもん。はあ、最後はこういうのスーパーハイテンションの技でね、もうきっちり倒していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、レインブレイク。はい、行くぜ。うわうわ。マジ ?1500 ぐらいだぞ。すげえ。喜べや、少しは。喜んでよ。なんちんざしと。ということで、今回はね、伝説の勇者、レジェンドヒーローを使いました。まだまだね、レジェンドヒーローとかもいるし、使ってないモンスターとかも使っていこうと思いますので、また動画上げていきます。では、次の動画で会える日を楽しみにしております。ありがとうございました。